マツカサウオは、上吉な金目メダイモク、マツカサウオカに属する魚類の一種。北海道以南の日本の太平洋と日本海沿岸から東シナ海、琉球列島を挟んだ海域。世界では、インド洋、西オーストラリア沿岸のやや深い岩礁地域に生息する。本種は発酵魚として知られているが、それが判明したのは、意外に遅く、1914年に、 富山県魚津町の魚津水族館で停電となった時、偶然見つけられたものである。本種の発酵器は下顎についていて、この中に発酵バクテリアを強制させているが、どのように確保するのかは不明である。薄い緑色に発酵し、日本産はそれほど発酵力は強くないが、オーストラリア産の種の発酵力は強いとされる。しかし、発酵する理由まではまだよく分かっておらず、 超鎮コウなどのように餌を引き付けるのではないかという可能性がある。夜行性で体色は薄い黄色だが生まれたての幼魚は黒く成長するにつれて次第に黄色味を帯びた体色へと変わっていくが生魚になると黄色味も薄れ薄黄色となる。昼間は岩礁の岩の割れ目などに潜み夜になると餌を求めて動き出す。棘を張り出す松笠さんを背びれと 腹びれは強力な棘となっており、外敵に襲われた時などに背びれは前から互い違いに張り出して、腹びれは体から直角に固定することができる。生きたまま漁獲後、クーラーボックスでしばらく冷やすとこの状態となり、魚を板の上に立てることができる。またこの状態の時には鳴き声を聞くこともできる。和名の由来通り、松の実のようにややささくれだったような大きく、 硬い鱗が特徴で、その体は硬く、鎧をまとったような姿ゆえに、英語では、ナイトフィッシュ、アーマーフィッシュと呼び、パイナップルにも似た外観から、ピナップルフィッシュと呼ぶ時もある。日本でもその硬い鱗に覆われた体から、鎧を、ヒレを動かす時にパタパタと音を立てることから、パタパタウオとも呼ぶ地方もある。体は、比較的小さく、制御でも、 せいぜい15センチメートルほどで、体に比べ、目と鱗が大きく、その体の構造は、ハコフグ類にも似ている。そして、その体の硬さから、動きは遅く、遊泳力は緩慢で、体の柔軟性も失われている。餌は主に夜行性のエビなどの甲殻類だと言われる。本種はあまり漁獲されないことから、経済効果にはそれほど貢献しないものの、食用にされている。 硬い体は、包丁が通らないが、5から10分ほど、白身でやや柔らかく、微味な食感である。緩慢な動きがユーモラスなので、水族館で飼育されたり、内臓を取って干した個体を置物として売る場合もある。ありがとうございます。